で今日はですね、私がゴンギツネの書き出しの部分をこの記号に従ってこんな風につけてくださいということをしていただきます。でそれをしながらその合間に解説をする予定であります。でまず最初ですけども、表現読みで大事なのは語り口っていうんですね。つまり文学作品っていうのは、作品が誰かに当てて書かれているように書かれている。中には独り言みたいなのがあるあるいは明らかに誰かにその語りかけるような文体っていうのがあるわけですね。でそれを活かすのが表現読みである。例えば文章を読むんでしたら、これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いた話ですってやると明らかに読んでるでしょ。しかしデスマスを使った時には、私が今皆さんに話しているように語りかけの調子がある。でまず大前提になるのは、この新南吉の本気詰めている作品は明らかに語っています。語っているのは誰ですか、皆さん誰ですか。この中で語っているのは私って言ってますね。で私は正体明かしてません。年齢がいくつであるとか、じいさんとか若いんだかっていうのは書いてありませんけどもね。デスマスの場合には語りかけの口調になるのは大前提です。でまず第一ですけども、いきなりやってみましょう。語るとしたら、これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いた話です。小さい時と言いますから、この人はだいぶ年でしょう。ね、20歳ぐらいで私が小さい時っていうか、いやーとか、まあちょっとした年でしょう。まあ、昔では35ぐらいっていうかな、ね、若い人いますから35ぐらいから年かもしれません。でまずいきなり私からお話というところに山括弧をつけてください。山括弧というのは記号付けの括弧の丸三です。山括弧と書いてありますね。これをつけてください。でくくりますとどうなるかというと、これはこういうお話ですという構造になります。でこれが読めてないと、この全くこの山括弧の構造を無視して喋るとね、今みたいなさっきの読み上げみたいな調子になってしまう。でさらにこの山括弧つけられましたか、できた人いますか、できない人いますか、手を挙げてくださいってやってますけども、大丈夫ですか。私が山括弧の始まり、お話が山括弧の閉じ。なぜつけたかというと、括弧丸三の丸二です。長い名詞句です。で日本語っていうのは何々が何々する何々というふうにくくるところがたくさん出てくるんですね。で面積細分ほどこういうのがある。でこれをラージ X と置くとかラージ Y と置くと数学みたいですけど、そうすると分かりやすいでしょう。これはこんなお話です。でそのお話はどういうお話ですかというと、私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。でもう一つ記号を2つつけます。茂平というの後に V 印をつけてください。 V 印の記号は括弧2の切れ目の丸三です。切り替えと言います。でよく朗読とか読み上げで言いますね。切るんですよ、間ですよと言いますけど、間には2種類あります。一つは、飛び越えの間、飛び越えの切り替えです。で私のこの表付けでは丸2と丸三、切れ目の丸2丸三で2つ分けてます。単純な間はただ切ればいい、斜めに線入れてますね。でそれに対して切り替えというのは脇に V です。言葉と言葉の間に V を入れます。でこの場合モヘイというはどこにつながります。村のモヘイというおじいさんで、これはまとめの間って言います。で読むときなんとなく時間的に空きがありますね。でこれは次にかかるぞっていう構えをしてるんですよ。読み手、発し手が。ですから村の茂平という何ですか、おじいさんですよというそういうかかり方で、あとは聞いたのところにも V をつけてください。これもまとめの V です。私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いた何ですか、お話です。そこがかかってます。これで V です。これで1行目終了。これが見えるだけでもだいぶ読みやすくなるでしょう。で次の行いきますね。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。そうですって、ね、おられたそうですって言って読み上げですね。おられたそうです。
私がそうなんですよ、なんとなく語りかけて、ここは大事ね、うん、で、中山を山かっこです。これは何でしょう。中山様も山かっこです。前後山かっこくくってください。で、その山かっこの前に、私たちの村々の近くの中山、この作者は点を打ってますが、これは私たちの考えで言うと切り替えですね、V です。この点は近くのはどこにかかりますかというと中山にかかる。で、この作者は敏感にも多分ここで間が空くなと思ったので点を打ってしまいました。でも我々の考えでは単なる切りじゃなくて、そこへ繋がってるんですね。だからただここで点で気を抜いていけばいいんじゃないです。で、ところ2で私切りました。これは切った方がいいです。で、切る代表というのは場所と時間です。ところに言うと場所が見えますね。そこで休んで頭にまとめて、ああ中山という場所かという、何があったの、小さなお城があって、ですからところには7つ線を入れます。間の区切りです。括弧2の丸2の印です。で、次は、ゴムは、あ、違う違う中山様も山括弧ですね。中山様という、また U が出ました。この U の後も V です。中山様というお殿様です。で、このつながりがはっきりしないと聞いてる人に伝わらないというより本人が分かってない。中山様というお殿様じゃなくて、中山様というお殿様です。その人がおられたそうです。おられたそうです。で、この裏に黒丸を打ちます。あ、忘れた。中山様というはさっきと同じ意味です。で、おられたそうです。どっか力入ってますね。口結んで読むとか、どこに力入ります。口結んで、らとそうです。わかります。わからないときは口結んで、このらを飲んでるんですね、とね。これをアクセント。このアクセントはカッコさんの丸一です。強アクセントとわざわざ書いてます。あの、先ほどの小田さんのような伝統発声をする人はね、ちゃんと喉でうんと力を入れアクセントです。これを肯定アクセントというか、肯定アクセントという考えもあります。このようなアクセントは何か気取ったような感じで、アナウンサーでも今はほとんど使っていないのが肯定アクセント。これ肯定アクセント強いでしょ。そこに黒丸打ちます。ワンポイント打ちです。単純でその音強くしなさい。で、強い場合日本語恥ずかしがりで、日本の言葉っていうのは恥ずかしがりで強い音を隠すんです。微濁音っていうのは強いんです。強くてうるさいからんと鼻にかけてね、ソフトにしてるから。で、あとは、伝統的仮名遣いのハヒフヘホはみんな強いんです。飲んでるんです。表に出ないんです、音は。で、このおられたっていうのもね、出してみると分かる。聞こえません。では、らはおられる、おられる、聞こえないでしょ。ところがここでうっと止めてるから、ちゃんと強い音が聞いて、聞いて、で、これがきちっと出ることによって、ハリがいるからね、発音で、そうです。ラミクロマル、層もつないでください。これがカッコさんの丸一のつなぎの、クロマルつなぎになりますね。だからアクセントの強い音っていうのは、つなぐ、あるいはクロマルを打つ。これはもうたくさんやると疲れますから、あの、本当に必要なところだけ打ちましょう。で、その次です。その山から少し離れた山の中に、私、つなげて読みました。これ、つなげないとおかしいんです。その中山から少し離れた山の中に、いかにも言うんでしょう。その中山から少し離れた山の中なんだよ。そこまで言いたいんです。この点をつなぎます。これが、括弧、2の丸読みです。点通り読まないのが音声化の原則。点の通り読めば、文字読みになっていますね。つまり喋るときにはそういう言い方してないわけですね。これ繋いでます。